四国メタンです。 DJI ミニ3はすでに Bluetooth 電波を発信しているようです。これは DJI RC プロポで確認することができます。しかし現在は通信できないとワーニングが出ますので、今後フライトアプリ DJI フライのアップデートで何らかのやり取りができるものと思われます。ミニ3プロを飛ばしていてもこの Bluetooth 電波での Wi-Fi 干渉は感じられませんでしたので、当初心配されていた不具合はなさそうです。6月1日に発表されたリモート ID 発信予定機種もすでに Bluetooth 発信しているかもしれませんね。ナレーションは四国メタンでした。ご視聴ありがとうございます。